は一人旅で検索しました。もともとは全然カンボジアっていうのは視野になかったんですけど、こちらのホームページを見ていて、このプログラムに参加をしたいなと思ったので、カンボジアに来ることにしました。そうですね、どれもなんかすごく素敵だったので印象には残ってるんですけど、選ぶのが難しいんですが、個人の訪問とか、クルクメールに会いに行くっていうのがすごく印象的です。なんかその日本とかだったら本当に発展してるので、もう薬も何でもあるしすごく便利だなと思うんですけど、そういったものじゃなくって、その自然のものから治療薬ができるんだなっていうことにすごくびっくりしました、なんか個人のイメージもあまりこうイメージはよくなくって、こうなんとなく暗い感じというか、ではあったんですけど、実際に行ってみたらすごい子どもたちも笑顔で日本語で話しかけてくれてびっくりしましたし、すごく良かったなと思います。なかなか普通の旅行では行けないことかなと思うし、なんかその日本にいたら便利なので、なんかすごく貴重な経験できないような、感じでした。安全とは聞いていたんですけど、実際にどうなのかがよくわからないので、でまあ、その一人旅で乗り継ぎとかもあったので、そういったところも不安でしたし、ですね、やっぱりこう日常を離れてどっかに旅行に行きたいなとは思っていたんですけど、そのなかなか友達とも時間が合わなかったので、ちょっと一人旅に挑戦してみようかなと、思いました。やっぱりその地雷とか治安が悪いとか、病気のこととか、貧困とか悪いイメージしかなくて、周りの人にもすごく心配をされていたので、あまり良くないイメージでした。来てみたら本当に安全で、すぐに不安とかはなくなったんですけど、で衛生面もそんなに思ってたより悪くなくて、全然他の国と変わらないなと思ったので過ごしやすかったです。もう一人で出歩くなんてイメージがつかなかったんですけど、最終的にそのトゥクトゥクに乗って一人で街に行ったりとかもできましたし、旅行とかはいろいろ行ったことあるんですけど、今回の分は一般旅行では全然経験ができないようなことがたくさんできたのですごく良かったなっていうことと、一人旅でも全然心配なく安心して参加できたので、周りの友達とかにも勧めたいなと思います。看護師をしています。そうですね、患者さんの治療とか、ケアとかをするような感じなんですけど、なかなか精神に関わる仕事なので、そのあたりで辛いなと思うことも、あります。やっぱりこう仕事ばかりで忙しくなったり、なかなかプライベートもうまくいかなくなって、しんどくなってきます。そうですね、するようにしてるんですけど、なんか忙しくなってくるとやっぱり仕事のこと忘れられなかったり、息抜きができなかったりはします。来る前は結構日常に疲れていて笑顔とかも減ってたかなと思うんですけど、来てその過ごしていくうちにどんどん自然に笑顔になっていく自分もいましたし、心もすごく晴れて、なんか気持ち的に前向きになれた気はします。もっとその今までより生き生きと、楽しく日常を送れそうかなと思います。やっぱりその一人だったので、しかも海外なので全く喋れないので、その日本人の方がいるっていうのがすごくついてくれてるっていうのがすごくきっかけに決め手になりましたし、なんかその半数の方が一人旅です、女性の一人旅ですって書かれてたので安心かなと思って、すごく丁寧にしていただいたの で、で質問とかわからないことも結構細かく聞いたんですけど、丁寧に答えてもらって、特に不安なく、できました。やっぱりその日常で疲れてることがあったりとか悩んでることがあるっていう人にはもちろんなんですけど、ちょっと違った形で旅行を楽しみたいなっていう方にもいいかなと思うし、一人旅ももちろんなんですけど、女子旅で来ても楽しいかなとは思います。
参加する価値があるかなとは思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。